ダリーチさん、サブスクライブありがとうございます。これからもよろしくお願いします。カルピスソーダさん、8ヶ月目のサブスクライブ継続ありがとうございます。いつもありがとうございます。いやでも安定感を得るためにアップデートを捨てるみたいなこと言ってたけどな、どうしたんだろうな、その話はどうに行ったんだ。めっちゃ壁ジャブってた今、相手からしたらなんだこいつって感じになってただろう。壁ジャム、壁がジャムった。バトルワゲーは公式リリースないから一生アーリーアクセスだな。スーツがおしゃれになった。西君、すげえ、ガンツもう一回描いてほしいわ。もう一回やり直してほしい。田中成人編でしょ。めっちゃガンツ溜まったわ。中学の友達とか、めっちゃみんなハマってたもん。当時ガンツ。なんだこれすげえみたいな。実際すごいと思う。あの漫画はすごい。いやみんな西君好きだったね。西君いいよね、あのキャラ。田中成人編ぐらいの西君俺好きだわ。別人みたいになっちゃったけど、その後前の人全然削れてなかったな。ベンベンベンベレベンベレン。俺あの曲好きなんだけど、何の曲なんだろうねこれ。
ベンベン、あ？およ？およ？ベンベンベンベレベンベレン、ベンベンベンベレベンベレン、ベレベンベンベン、ベンベンベンベレベンベレン。あ？お？おお！やっぱドラムってやべえわ。飛び降りないと撃たれちゃう後ろから。いかに撃たれる可能性がある。上取るのって衝撃を当てるためだからな。キープしながら戦うんじゃなくて、まあ、キープしながら戦わなくちゃいけない時もあるけど。まああとはなるべく早くキルしないと次の漁夫が来ちゃうから飛び降りた方がいいね。さらに言えば、キルタイム大事。あ？え？え？絶対足音してたよね今。どこ行った？あ、いたわ。もしかしてタワーの中に入った。うわー、なんであいつはタワーの中に入ってしまうんだ。なんかあったっけ、めぼしいもの。ないか。え、あいつどういった、消えたんだけど。え、なんだ、どこ行った。エリア外戦法か。エリア外戦法か、このゲームね。マジで。え、エリアの外に向かって走ってったぞ。マジか。スペース親指ですね。え、ストームで行方不明になったけど、ちょっと。え、まあ、結果的に執着しない方があれだね、他の敵探せて殺せるチャンスが増える。まあでも殺せそうな時は殺しに行っていいと思う。ノリで、ノリでしょ。高笑いしながら殺していく。言うな。
あいつ200だな。まだ夏休みは続いてたか。まあ俺が BS 等でフォートナインやったら難しいのと同じね。まだ夏休み終わってない。そういう人はいるよ。いろんな人がいるからね、世の中ね。怖いね。もう今からもう宿題やってるじゃ間に合わないからな、どう考えても。微笑ましい。まだ来ると思うけどな。埋めてみるのだけはタダだぞ。うわっ、あっぶな。なんだこいつ、飛び出してきたな。いきなり建物の中から飛び出してきた。びっくりした。まだいるな。次から次へと来るな。飛ぶか。まだいそうだけどな、近くに。相手雇ってる、笑うわ。すごい巨額の投資が必要そう。一試合100万ぐらいかかりそう。使われちゃったな。悲しいこと言うね。どうした？もう夏休みが終わりそうで、みんな悲しんでるのか。なんか悲しいことばっかり言う。
やばいっすわ、それは。めっちゃ持ってかれたわ。あ、ワンオンワンか。もうワンオンか。真っ白なんだけど